松沢重文君、えー、日本新の会の会松沢重文でございますあのちょっと大臣のご都合もあると思いますので、通告を変えてあの、丸川大臣を一番後にしてです、ねえー、いきます、えー。まずですね、えー、あの後にじっくりやるという意味でね、まずあの IR ですね、横浜の IR 招致について、ちょっと大臣の考え方を伺いたいんですが。 政府はですね、IR 招致に国民の理解が必要だというふうに言ってまして、この基本的な方針ですね、法律に基づく基本方針でも、IR 区域の整備について、地域における十分な合意形成がなされており、IR 事業が長期的かつ安定的に継続していくために、不可欠な地域における良好な関係が構築されることが求められると、こうあるんですね、ただ、実は私の地元、横浜、大混乱してるんですよ。 えまず市長さんが、ですね選挙の時は IR 白紙だって言って、でも選挙終わったら急に推進するって言って、市民怒っちゃったんですね、リコール運動まであったんです、ただリコールはあの署名が届きませんでしたが、住民投票やってくれと、そうであれば、市民の意見を聞くというのであれば、住民投票の直接請求に必要な法定数の3倍の数が集まったのに、市長と市議会与党は住民投票なんか必要ない。 こういうい行動に出たんですねですから、これ、アンケート調査やると、世論調査やるとですね、大体この前の神奈川新聞の調査では、横浜 IR 大反対だという市民が66%、じゃあ、あと38%賛成かと思うとえ、分からないという人がいますから、賛成22%しかいないんです。IR 賛成だという人よりも、大反対だというのが3倍いるんですね、横浜市民の中に。でその上ですね IR 予定地を今使っている港湾事業者の皆さんは、大反対だって言って、経済界も完全に分しちゃってるんです。さあ、こういう状況でね、IR 整備のための十分な合意形成や地域における良好な関係が構築されていると、ね、政府は考えますか、まあ、私、この横浜の状況を見たらね、この状況じゃ横浜は、この政府が決める3カ所に、ね、入る資格ないんじゃないかと。 いいうぐらい揉めてるんですが、大大臣臣どううでしょう中場国務大臣、はい、あの松田委員、よくご承知の上で、ご質問されているというふうに思っておりますが、あの私の現在の立場は、あの今、地方自治体において準備が進められております、区域整備計画の申請について、審査をする立場でございますので、 個別の自治体の状況についてのコメントをするとですね。様々な影響感じられ、が及ぼしてしまうということを心配しておりまして、差し控えさせていただいておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。ただ、あのご質問にありました。あのあの地元の合意形成について、ir 整備法にはですね。あの、明確に書いてありまして第9条第7項におきまして。 自治体が区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催、その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと定められ、また、同9条8項、第8項におきましては、自治体が区域整備計画の認定申請をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。 定められております。ですから私たちはその区域整備計画の認定申請審査をする際にこうした手続きが適切に行われていいかどうかを確認するなど、まあ、基本方針に基づいて、まあ、厳正に審査を行うことになるわけでございます。以上でございます。松沢重文君。はい、まあ大あの大臣の立場もわかります。まあ最終的にはね民意を一番反映するっていうのは選挙ですから、まあ横浜の市長選挙もね夏にあるそうなので、まあそのあたりで最終的な方針 横浜市としての決着がつくんじゃないかと思います。あの大臣、すいません、これ一問ですから失礼しました。はい。次にですね、厚労大臣、この暑さ指数とね、え、厚労大臣先にいいですか、先に、はい。暑さ指数とワクチン接種について伺いたいんですけども、環境省のこの指針で暑さ指数って厚労大臣ご存知ですか。WBGT っていうんですけども、暑さ指数が三十一度。 1度以上になった場合この31度というのは気温が31度じゃないんです気温は35度ですですから真夏日どころか猛暑日ですね35度以上で湿度もムンムンこういう日になった場合ですねこう書いたんです日常生活では熱中症が発生する危険性があり外出はなるべく控え涼しい室内に移動するとされています特に高齢者においては 安静状態でも熱中症が発生する危険性が大きいと注意されてるんですね実は私調べました東京都心を例にしてですねこの3年間平均でですね7月8月の62日間でおよそ3分の1の21日間も暑さ指数が31度超えてるんですまあ最近の夏の暑さ半端じゃないですよね猛暑日ですで、こうした猛暑日に ワクチン接種やるとなると、まあ、近くのクリニックの場合はねた、多少近いですからいいですけど、集団接種の場所、特に大規模接種の場所だと、首都圏から来ますからね、ね電車で1時間、駅まで行って、まあ、東京駅あたりからバスで迎えに行くんでしょうか、でもね、自分がその健康を守るためにワクチンを受けに行きたいのに、熱中症で倒れて入院しちゃったと、これじゃね、もともともないですよね。 で私は暑さ指数31度を超えた場合は、ワクチン接種はもう危険だと、高齢者の方、外に出たら、中断、その日はね、真夏日だあ猛暑日だからやめようという、中断があってしかるべきだと考えますが、大臣、いかかがですか田村厚生労働大臣、<laughs> 失礼しました、河野大臣って聞こえたもんですから、後ろり返っちゃって、<ー>申し訳ありませんでした。あのー まあ言われた暑さ指数31時、まあ、この31一になりますと、ですねもうなるべく外出を避けていただいて、まあ、涼しい室内に移動していただきたい、まあ、こういうようなことであることは私も理解いたしております。 ただ一方でワクチン接種もですねこの思いを振るっております新型コロナウイルス感染症、これによってまあ命を落とされたり重症化される方々、これを減らすためにですね、まあ、この接種を進めているわけであります。あのまあそういう意味では暑さ指数31を超えたからといってですねあの接種会場の運営をやめるというような考え方ではございませんでして、えー、まあその会場でですね、えー、まあ例えばまあ冷房、クーラーをかけていただく等々のですねいろんな意味での,その 熱中症対策をしっっかりとやっていただきながら運営いただくただだくし一方でそこまで来ていただかなきゃなりませんのでえそこはですねあのそれぞれの方々によって状況違うと思いますあのご自身の体力でありますとか体調さらには移動手段というのもあると思いますけれども、まあ、そういうものを踏まえた上でですね来る途中には水分を十分にとっていただいてですねあの対応いただきたいと、まあ、場合によってはそれはあのもう行くことをやめるという方もおられると思いますのでそこはそれぞれご自身のご判断でですね延距離していただく内容 をしてていいいたただきたいとういうふうに思っております松沢重文君えあの私は、極めて危険だと思いますよ、東京都心というか、首都圏のもう猛暑日の暑さって半端じゃないですから、でワクチン打ちに行きたい、出かけよう、ね、途中でバタ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 っていのは失礼ですけども、ね、熱中症で倒れるような事態があったら、誰が責任取るんでしょうか、私はこういう日は中断するぐらいのきちっとした対応を取るべきだと思います。 以上です大臣、ありがとうございました。じゃあ、すみません、委員長。はい、それでは、はい、今度はね、暑さ指数とオリパラ大会についてお聞きしたいんですが、30日の報道で、私、通告した後だったんでね、ちょっとびっくりしたんですけれども、IOC は、ですね選手らに求める参加同意書に、ね、感染症とともに暑さ、猛暑による健康被害で、で死亡に至ることがあると。 いうこともちゃんと書いてですねそれで選手とこの参加同意書にサインしてもらうっていうんですねこれ初めてですよ感染症はまだわかります確かにコロナのねの中での大会だからリスクは取らなきゃいけないかもしれませんが暑さでねひょっとしたら体調不良になったりねおかしくなる可能性があるでもそれは皆さんの自己責任ですよということを、ね、やってもらわなきゃいけないんでしょうこれね 私、びっくりしたんですが、まず大臣、これ知らなかったらいいんですけど、政府が検討していると書いてあったんで、これ、事実かどうかっていうのが一つ、それから大臣、もう一つはです、ね、今言った環境省の暑さ指数31度を超えた場合、ね、35度以上の猛暑日、今、東京はです、ね、40度になることもありますからね、ねこういう時は、運動を控えなさいという熱中症予防運動指針というのを、環境省は示しているんですね。 でこれは選手や関係者のみならず、ボランティアの方、あるいは観客を入れるかどうか分かりませんが、観客の方も含めて、ですねじゃあ、自己責任の名のもとに、ね、熱中症で死亡することがないように、ですね私は暑さ指数31度、35度以上の猛暑日ですね、の場合は、やっぱり東京オリパラ大会もこれ、中止にしないと、これで強行して、選手やボランティアがね、熱中症で完全におかしくなってしまった。 あるいは下手ししたたら死亡者ままで出てしまったこれ大変な、私は大会運営をする主催者の責任だと思いますが、私は中断すべきだと思いますけれども、どうですか、大臣丸川国務大臣恐縮です、ちょっと前半の質問をうまく、あのすみません、ひそびれまして申し訳ない。あのまず 我々がの普段熱中症の時に、こうなったら運動はやめましょうと言っている、あの熱中症予防運動指針というのは、J スポ日本スポーツ協会が作っておられるものです。でで、えー、これはですねその 運動指針としてはあの、平均的な目安としてまず出してまして、それぞれのスポーツの環境によって、えー、その現場でしっかり見てくださいということの、まず標準としてお示ししているものなので、いきなりここを越えたらすぐやめるかというと、それがどういう場所で風通しはどうなのかとか、あの湿度がどうなのかという、まあ、湿度 WBGT に出ますけれども、そのときの天気の変化等も見ながら、総合的に判断すべきものだというふうに理解をしております。で大会時はどうすするかとといますと あのまずボランティアの皆さんには相当あの配慮をしてえいただいておりまして例えばあの海の森の競技場はですねあの 体温が上がりすぎないように冷やすベストをです、ねえー、作るなどして、その会場の特性に合わせた消熱対策をやっていただいております、まあ、その上で、協議をどうするかということについては、これは最終的にその現場で IF と組織委員会とで協議をして決めるということでありますので、しっかりとそこはもう、あの前からずっとご,ご心配いただいておりますので、そうしたあの問題が起きないように努めてまいりたいと思います。はい 松沢重文君あの陸上競技を例にとりますとね、マラソンはまあ札幌に行くんでしょう、やるとしたら、ただ、競技場の中でね、1万メートルとか、ね、5000メートル、こういう耐久レースをです、ね、40度の、ね、熱波の中、やれるのかと、日本の夏では現実にそういうことがあるんですね、ぜ、ま、ひ、あ、ともここはね、慎重に考えていただきたい、じゃないと死亡者が出てしまう可能性があるということで、お願いしたいと思います。 次はボランティアのワクチン接種について伺います。で、東京オリパラのボランティアは約20万人、ね、これ、20万人の応募者の中から8万人が選ばれたというふうに承知しています。で、1年延期されたことで、ですね新型コロナの不安だとか、で、自在者が相当出ているというふうに報道されているんですね。で、すでに大会ボランティアのユニホームが配られているということは、組織委員会はね、ユニホーム取りに来いって言ってるわけですからね。 どれだけ人数がいるか分か,分かっていると思いますね。じゃあ、現時点でのボランティアの登録者総数を伺いたいと思います丸川、失礼しました、えっ、ー、と、植松内閣官房内閣審議官。はいお答えいたしますあの。登録者総数につきましては 8万人ではございますが、その後、約1000人の事態があったと聞いております、小選、約1000人,人の事態があったと聞いておりますので、あと詳細はまだあの精査中でございます松沢重文君。あ8万人で、事態者は1000人ですね、ああそれは私、予想よりも本当少なかったです。だ,だから7900人ぐらいは今、オブラディアが来るということだと思います。さあそこでですね この大会関係者用にワクチンがね、2万届きました、ファイザーからですね、そのうち選手を除くと、1万8000人分がね、この大会関係者用に使えるワクチンなんですね、さあ、これ、どう配分するんでしょうか、もちろん、選手だけじゃなくて、コーチとか、審判員とかね、こういう人にもちゃんと打たなきゃいけないし、私はですねボランティアの皆さんにできるだけ打っていかなきゃいけないと思うんですが、 このどれぐらいのボランティアの方が現状で打っていただける見込みなのかと、それと大臣ですね、ここは大臣にお答えいただきたいのですが、あのよくワクチンを優先接種するとね、不平等じゃないかって言われるんじゃないかと、われわれ国会議員が一番それを恐れてるんでね、国会議員に先行接種なんていうと、みんな不平等じゃないかと、一般の人やってないんだと。ただ私ははボランティアの皆さんに優先接種することは 私は多くのの国民の理解を入れると思いますよ、ね、ある意味で今、コロナというね、自分の生命の危機も感じながら、でもオリンピックの成功のために、奉仕をしようという、崇高な精神を持ってるんですよ、その人たちが安心にボランティア作業に加わられるように、まずボランティアに、ね、出る人は全員に接種しよう、先行接種してもね、私は批判は出ないと思います。私はぜひとも丸川大臣にねそのリーダーダシップを取ってていいただいて ボランティアの皆さんに安心してボランティア活動に参加できるように体制作っていただきたいと思うんですがこの二点いかがでしょうか丸川国務大臣ありがとうございます、えー、まず、えー、選手以外で確保されている1万8千人分というのはあ海外選手らと直接接する 立場にあることに絞ることにしていますこれボランティアに限らずで、えー、まあ食堂の方だとかあ誘導の方だとかみんなそうなんですがあのー、その直接接する中に通訳のボランティアの方もいらっしゃるんですねで、それ以外にもまあ何人かいらっしゃると思いますけれどもあのこの 1>, 1万8000人の枠はかなり限定的な枠で打たせていただくということになろうかと思います。で、一方ですね、あのご指摘のように、ボランティアの皆様方、本当にあのご自身の生活の時間を割いて、大会を支えてくださる、まさにあの大会のもう一つの主役はボランティアだという気持ちで、私たちもあの非常に期待をしております、感謝もしております。あのそのののよよううなご指摘ももあったことも踏ままえてまず国民全体のワクチンの接種が進むようにできる限り 自治体を応援しながら、どういうことができるか、また考えてまいりたいと思います松重文君あのワクチンの供給もずいぶん落ち着いてきて、でまたアストラゼネカも含めれば、ですねで十分あるんですねで、私は国民へのワクチン供給をどんどんやりながら、ね、オリンピック大会関係者は全員打つと、それで皆さん、安心して、ね、作業に加わっていただいて、海外から来る人にも打たないと。 これをしっかり保障してあげるのが、私は安全安心の大会とね、総理も言うのであれば、第一条件だと思いますよ、ボランティア含め、大会関係者には全員打つ、ね、そのためのワクチンを持ってくる、そのリーダーシップを大臣に取っていただきたい、河野大臣や総理を説得してでもね、やっていただきたいということをお願いしたいと思います。次、パブリックビューイングですね、これもここ2、3日ニュースが動いててですね、ちょっと私もわからないんですが、 えー、パブリックビューイングライブサイトでねやるのとあともう一つういろんな地域や団体でパブリックビューイングやるというふうに言ってますがこれ今何箇所ぐらい想定してるんでしょうか、はい、上松内閣官房審議官お答えいたします、えー、パブリックビューイングのうち東京都が主催による行われているものは 公園のライイブサイトを含め6所ございますそれから全国で行われるパブリックビューイングは、6月、この6月以降に自治体に申請を受け付けるということで、現時点ではまだ数字は出ておりません。なお、パブリックビューイングとイベントを組み合わせて、各自治体で行うコミュニティライブサイトというのはございますが、これは3月の時点ですけれども、約100以上の実施が予定されている、そういう状況でございます。 松沢重文君あのライブサイトと、あといろんな大会がやるね、イベントと合わせてやるパブリックビューイング、かなりの数なんですよ。今、必死になってね、大きなビジョンを作んなきゃいけない、スピーカーどうしたらいいのか、会場も密になっちゃいけない、準備に入ってるんですね。さあ、ここは政治の決断だから、大臣に伺いしたいんですが、もし無観客のね、オリンピック、これ、6月に決まります。そうなったら、パブリックビューイングっていうのは全部禁止ですよね、普通そうですよ。だって無観客とというこは 会場には来るなと、誰もお客さんは。でも、パブリックビューイングのところにはたくさん集まって、みんなでワイワイやってくれと、こんな二重基準ないですよね。だからここはでもはっきり方針を示してあげないと、準備してる人がかわいそうなんですよ。ええー、パブリックビューイングが中心になるかは全然わからない、準備はしたけれども、やっぱり最後になってだめでしたとかね。うん、これ、どうなんでしょうか。無観客の場合、パブリックビューイングも私は絶対にやめるべきだと思います。いかがでしょうか。丸川国務大臣 人流抑制というのはこの大会を進める上で本当に大切な論点だと私も思っておりまして、調整会議等でも私の方から発言をさせていただいているところでございます。まあ、そうした中で、6月に観客数が決まるときにどうするのかという話については、まだ私どもの方で、え、ー この立場で国の一存でこうするということを言える状況にはないのですがあの少なくとも現段階でもすでに東京都はこのパブリックビューイングあごめんなさい東京都の場合はライブサイトというんだそうですがあ事前申し込み制にしますと観客数は当然削りますということをあのもう決めておられるということです。えー、加えてて全国でで行うパブリックビューイングにおいても,もう当然それぞれぞの自治体で あの感染の状況、違いますので、これはよく私ども話をしながら、しっかりと人流抑制対策について議論させていただければと思っております松沢茂文君 <laughs>、まあ。パブリックビューイングに集まった人に、黙って座ってみろと、騒いではいけない、ね、こんなこと言っても、日本選手が活躍したらやったーってみんなはしゃぎ上がるわけでしょ、ねえ。ここを考えると無観客の場合に パブリックビグやるっていうのは、やっぱどうしてもね、二重基準だと言われますよねで、そこをぜひともご検討ください。さあ、次であります、えー、メディアの行動制限、これ、大会に関係する人をね、選手はバブルの中に入れて、できるだけ一般の人とは接点を作らないようにして、安全安心を求めると。ただ、メディアの皆さんね、いろいろプレーブックでは基準がありますよ、ただ、メディアの皆さんは、取材するのが商売ですからね。 だから当然、いろんな人に話を聞いたり、いろんな会場に出かけて様子を、ね、取材したりするっていう本質があるわけです、特性が、仕事の。ね、これ、メディアの方は選手村には入りません、一般のホテルです。だから例えばこういうメディアの方、大会関係者をバブルの中に入れて、ね、完全にその接触させないようにして感染をあのできるんだとは、なかなか言えないと思うんですね。 さあそれと、あとプレイヤーの中でも、有名な例えば選手、テニスやゴルフや、バスケットのスーパーなんだ、アメリカのね、プロたちは、選手村のホテル、選手村には泊まらないんです、みんなチームで来たりしてね、で一般の高級ホテルのスイートに泊まって、そこから会場に行くんですね、じゃあ、そういう人たちをバブルに入れられるかといったら、関心をつけるのかもしれませんけどね。 そんな警察国家みたいなことやりたくないし、そしたら食事するにはホテルのレストランに行くかもしれないじゃないですか、だから完全にね、大会関係者全部をバブルに入れるのは無理ですよね、そこから感染が広まってしまう可能性がある、選手も含めてですよ、一部の選手は選手村入りませんからね、そのあたりはどう考えてるんですか。丸川国務大臣 <laughs>、はいえー、今ご指摘いただいたただようにあの できる限りまずホテルを集約させていただくということでこれは相当徹底をして組織委員会からお願いをしておりますであの、まあ、私どもとしてはお願いを聞いてもらえないことにところについてアクリディをどうするかというようなことまで話を今しているところです。でその上で、えー、選手にについてはは確実にこれはあの 大変恐縮ですが、行動管理をさせていただきますし、メディアの皆さんも行動管理、もうこれ、移動もすべて、組織委員会が用意した車で必ず移動していただく。道のりは全部、事前に行動計画書を出していただきまして、その通りに行動をしていただくということです。で、それでですね、なお、あの、一応、選手村に入られる選手の皆さん、 まあ入らなないいい人ももるかもしれない全体の選手のうち7月23日よりちょっと前に解散しますがここに入ってくるまでに8割の選手はワクチンを打ってくるということに一応今のところ IOC はなっているという話をしていますのでこうしたことを一つ一つ実効性を担保して積み重ねながら最後はきちんと毎日検査をするということをやって日本の国民の皆様をお守りしたいと思っております。 松沢重文君あの大臣、そこで関連して最後にお伺いしたいんですけれどもあの、そもそもプレイブックのね、遵守事項に違反した選手やメディアの大会関係者は、参加資格剥奪もありうると、こういうニュースがね、最近出てます。これ、分かるんですけれども、じゃあ、誰が違反しているのか、これを公正に判断する、これ、誰が決めるんですか、組織委員会の中に。 なんとか審査委員会というのを作ってね、あいつ違反してるぞ、こいつも違反してるぞ、でもそれを比べて、お前は違反だと、参加資格は悪座だと、それで総理はですね国外追放もあり得ると言ってるんですね、これ、プレイブックというのは、何か法的拘束力あるんでしょうか、お前これ違反したから、国外に追放だと、その選手、いうことを聞くでしょうかね。 だからこれ、参加資格剥奪の中にね、じゃあ、競技が終わってメダルを取った選手も、そのメダルも剥奪になるんですかと、こういう疑問も出てくるわけです。誰が決めるんですか、この参加資格を剥奪したり、国外に出てけっていうのは、これ決まってないと、みんな不公平だって,言って怒りますよ、警察権力が入れるわけじゃないですよね、そのあたりはどうなってるんですか。丸川国務大臣、うん まず、ですね入国してくるときは、このアクレディテーションというのは、この我が国に入って良いということを認められたと同じ意味を持つものです。ただ、今回、このようなあの新しいルールを作って、皆さんの厳格な管理をさせていただく上で、仮に何か問題があったとしたならば、これ、最終的に剥奪するかどうかというような罰則の措置については、IOC ・パラリンピックで IPC が判断します。これはもう大会を運営している一番あのルールを作っているところですね。これはマヨシや IPC が判断します。でその上で入管法に基づいて在留資格を取り消す、あるいは退去強制手続きというのは我々が法務省と連携をして進めるということになります。松沢重文長ですので終わります。ありがとうございました。 広